ラファエル・アルベルティ・メレージョは、スペイン・カディス出身の詩人、劇作家、27年世代の一人。1925年に、諸女詩集、陸の船乗りを表してスペイン国民文学賞の最初の受賞者となった。また、1983年にセルバンテス賞を受賞した。初期は画家を目指したが、その後詩人として文学活動をする。アルベルティの代表作は、シュルレアリスムの影響を受けた1929年に表された天使たちである。1931年にスペイン共産党に入党するもののスペイン内戦が起こり、1939年にアルゼンチンやイタリア・ローマに亡命。スペインに帰国したのは、フランシスコ・フランコ死去後の1977年であった。1999年10月28日、エル・プエルト・デ・サンタ・マリアで死去した。マチャード、アルベルティ集、大島博光訳、土曜美術社出版販売、1997年。ABC 版有百科大辞典 1973p31、ABC 浜谷克也。アルベルティ。日本大百科全書。2019年6月10日閲覧。アルベルティとは引くことバンク。2013年3月18日。閲覧。ありがとうございます。